そんな犬部にですね、実は入部したいという方が今日いらっしゃってまして、なんと主題歌「ライフスコール」を歌われておりますノーベルブライトの竹中雄大さんお越しいただいています。ご登場ください。お願いします。よろしくお願いします。はい、竹中さん、本作の主題歌「ライフスコール」なんですけれども、犬部を鑑賞されて書き下ろされたということで、そこに込めた思いをぜひ聞かせていただけますか。そうですね、この映画を見させていただいたときに、その僕自身生きている中で、動物愛護のことだったりだとか、そういう殺処分のことだったりだとかを、考える機会というのも、正直日常の中であまりなくて、でこの映画を見たときに、すごいそういう現実にいざ向き合った時にすごい僕自身も考えさせられましたし、で、こういう現状を本当にもっともっとたくさんの人に知ってほしいなという思いもあって、あとやっぱたくさんワンちゃんが出てくるんで、すごい可愛くてすごい心癒されて温かい気持ちになったんですけど、で、その今回主題歌を、やらせていただくということで、本当にそういう現実で難しい世界の中でも、なんか一つの奇跡を信じて、ずっと立ち向かっていこうみたいな、そういう、命について書くみたいなのも今回初めてだったので、そういう思いをしっかり、この曲に込めて作らせてもらいました。そうですね。じゃあ動物が好きであれば、はい、もう犬部だと思ってますし、今日ここに来てくださっている皆さんももう犬部ですきっと動物好きな方多いと思うので、はい、ただそうですね、ちょっと僕個人的なお願いというか雄大さんの、はい、歌声をちょっと生で聞いてみたいなと思って、ここで結構はい、動画とか見ました、はい、路上ライブの時とかのやつとか見て、すごいと思って、ちょっとだけ良かったりし、ここでアカペラで主題歌わかりました。ちょっとほんじゃちょっと初めてですけどアカペラで歌わせてもらいます。いいですか、もうこのまま歌っちゃって。なかなかシュールですけど、はい、ちょっとねアカペラでシュールですけどね、よかったら拍手してくださいね。よろしくお願いします。じゃあちょっとだけ一口だけサビ歌わせてもらいます。はーはー、大丈夫かな、すごいドライやけどいいか。はい。これ以上涙がこぼれないように、もう二度とこの手を離さない、何が正しいか答えは分かってるけど、奇跡が起こると信じたいから、こんな感じでありがとうございます。恥ずかしい、かっこいい、かっこいい、かっこいい、ありがとうございます。いやー、林さんリクエストで、ね、入部決定ですか。部長どうですか、部長、ね、やばいね、鳥肌でも最後まで歌ってほしいもう僕の最後の挨拶とかもういいんで本当はね、もっと聞きたいぐらい。ありがとうございます、雄大さん、本当に。いやー、中川さんどうでした。いや、もう本当に音源流れてるのかなみたいな、もうまさかこうして聞けると思わなかったので、本当にちょっと僕もグッときました。はい、ブルッときちゃいましたね。ありがとうございます。ありがとうございました。